はいどうも、サクスタイルでございます。今日も元気に BO4 の動画撮っていきたいと思います。ということで、今回はスピットファイアにレーザー2つつけてランチャー持って、スティームショットにスカベンカン砲、デクスタリティ、デッドサイレンスにいただきますギリギリ噛んだ。くっそギリギリ噛んだっていうことでね、まあ、やってくんだけど、まあ、ちょっとここ数日間ね、PC でフォールアウトしかしてないから、ちょっとエイムが不安だったんで、まあ、レーザーサイトでばらまきゃ、どうにかなるだろうっていう、まあ、魂胆でございます。はい。なんて言うんだろうな。まあ、サクスタイルの、簡単に言ったらサクスタイルの生死を、口を開けば、二言目にはさ、下ネタってやっぱ良くないんだよね。はい、行くぞ。これリロードが意外と遅い。はい、ダメー。無理。あ、ちょっとごめんねえ、味方逃げてこないでちょうだい二言目には下ネタってやっぱ良くないよな。危ねえ。ちらっとこれ、裏で湧いてんな。さあ、戻るぞ。味方ねえ、なんでそういうことすんの。出たよ、もうスナイパー消えてくんねえかなんでも、もう自分が好きじゃない武器は何でも消えてくんねえかなって思うやからでございますね。あ、ごめん。うまくいかねえな。いや、サクスタイルはただもうみんなをはらませたいだけなの。もうなんかそんなに来ないでちょうだい。サクスタイルはらませたいだけだから。ちょっと待って。真下前。そこいんのね。ちょっとナインバンやめてくれ。あ、ねえ、ナインバンフルためしたろあいつ。出なきゃよかったマジであんなとこ出ていかなきゃよかった。どうしよっかな。こっちだろ。今ここでやられたやつが裏を取るために来るかもしれん。そこをサクスタイルがはらませちゃえばいいってことよ。ちょっと早くリロードして。はい、あ、ちょっとやめてね。サクスタイルはらませたいだけだから。ただはらませたいだけだから。逃げるよ。サクスタイル立ち回るよ。危ねえ。ああ、なんなのナイフは。そのさ、ナイフだったら一発芸やめてくんねえかな。あれ硬くなってる意味がねえんだよな。はい、いやもう完全にあのカンテラ、あのトンベリみたいなやつ無駄にしちゃったな。逆だな。さあ行くぞみんな。ナイファーが厄介だ。サクスタイルは生死かけたいだけだから。生死をかけたいだけだから。あ、はい、魂胆分かってっから。貴様の、あー、こいつ。ちょっと待って、逃げるから。サクスタイル逃げるからサクスタイルそういうの嫌だから。ナイス。やだってすごい待つじゃんねえ。無駄にしてる。さっきからもう何もかも無駄にしてるサクスタイル。やだ。そういうの嫌だから。危ねえから。はい、はらんだな。あのナイフはもうはらんでんな。あー、はらめーちょっと待って、ごめんね。あのさ、生きててさ、はらめーなんていうことなくねそんな言葉使わねえだろ。生きててはらめーとかさ、絶対使わねえからな。はい、はらめ、はらんでくれてありがとう。いやだって、あのナイファーさ、困るから、そういうの。あぶね。ちょっ、俺死ねえバカ、はらめえ。いや、これもう、巨根だろ。巨根ではら、はらんだろう。巨根ではめて、いや、ダメだな。はめては、はめては良くないな。正直言って。ねえ、やめてくれ、この、仕掛けとくの、その階段曲がったところに。探ってたらもうほんと、鮭みたいに自分の精子をパパパってかけて、はらませたいだけなの、みんなを。なだから嫌だ。ああ、勘落ちだわ。こんなもんはらませたいだけなんだよ。嫌だって銃艦みたいなのは望んどらん。そういうのは望んどらんよ。さあ、あれ逆か、どこ、嫌だね。そういうのは嫌だね。はい、ごめんね、逃げるからね。はい、ちょっとごめんね。はい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 、勝つ。サグスタイルがいっぱいはらませたから勝ったいや、まあでもいろいろ問題発言はあったけど、もう動画ではめるとか、大声ではらめってやつはやっぱりね、みんな反面教師にした方がいい。ダメだから、本当に。人間生きててね、はらめーなんていうのはね、もうないからね。ということで、今回の動画のお相手はサクスタイルでした。よろしくどうぞ、次も見てね。バイバイ。クソかよ、この動画マジで。怒られるわ。